先週出れなかった日がその、はい、まあ、オオカミグローブがあって、その前に横浜で寄席があったんですよ。ありました、ありました。でその寄席ってのもメンツが結構それあの大人の方々が多くて、新宿カーボーイさんとか、他事務所さんとかね、うん、おいでやす小田さんとか、うん、あとそれ鉄腕トモさんがいて、そう鉄腕トモさんいる、うん、生でお仕事一緒にしたことないし、ないないない、もう見てたけどね。だから鉄トモさんがトリでね、もうあれトップでトップバッターの仕事できるようにまあ頑張ろうねって前日から話してて、レジュンを貼ってあるシートがあるんで、それパッて見たら僕らが2番手だったんですよ。 で1番手誰だろうなと思ったら鉄&トモってなってた。そうと思って、ね、鉄トモさんが25分、でそのあたり俺らこれ絶対ウケないですよ。普通に考えたらウケないんですよ。だってもう鉄トモさんが 100% ウケるってのが分かるから、いざ本番始まったらやっぱ鉄トモさんちょっと異常すぎて、異常、お客さんの層もすごい、もう5、60代基本、うん、で子供とかもいるみたいな、ね、で7、80、90代ぐらいの、うん、そうそうそう、ご年配の方ばっかりで、結構難しい、そうで、ね、本番前にやっぱそのマネージャーさんが鉄友さんの、うん、ちょ確認してて何歳ぐらい、ちょご年配の、うん、じゃあ6、70で、そしたら2人の話し合いではじゃあバラード系多めに行こうみたいな、ね、一瞬だよ、その一瞬の会話で切り替えて、用意してたのと変えて、じゃああの曲変えてってなんかスタッフさんに渡す曲変えてバラード系多めにするからこれ渡してっつって、でどうもって出てったら、もうマジでおじいちゃんおばあちゃんもう首取れるかってぐらい笑ってんだよな。笑ってた。もうマジもうモニターでわかるよな。わかる。もうほんとこんなもう大げさで拍手までパンパン取ってて、ほんとに爆ウケ。ちょっと怖かったよな、うん、もう俺らの中では、はい、はい、終わりました、はい終わりましたね、とかはい、チンチンに滑ります、はい、今日は滑りますってあったよね。で、パーって出て、世間したいと申します、1個目のボケ言ったらドカーンって受けて、うんてのもこれ後々スタッフさんとか聞いたら、やっぱ鉄友さんがトップバッターにやるとお客さんがめちゃくちゃノリノリになるんだ。そうこれすごいよね。で僕らがコール&レスポンス的なのもやってもちゃんとおじいちゃんおばあちゃん返してくれる。そう普段だってありえないんですよ、返してくれない。普通は知らない芸人だから、まあそりゃそうだよね、ノリよく返してくれないけど、うん、鉄友さんがその空気を作ってくれたおかげで、そう何やってもウケる状態を引っ張っててくれて、びっくりした。私だから本当にやっぱなんか初めてお会いしたけどすごかったね。しかもでも鉄友さん25分出番だったじゃん、うん、35分ぐらいやってたから、なんかちょっとそこは押してんなと思ったけど、やってねえよお前、なんだろう押してんなと思ったけど、まあ、大丈夫。マジで感謝。